はい、速稼塾の久保です。実は花井もさんっていうのはね、マジシャンなんですよね。マジックがすごく得意ということで、実は私もね得意なんですよ。ここに1万円札あるじゃないですか。これ正真正銘本物の1万円札です。これがですね、私の手にかかるとすごいですよ。10万円に変わります。いいですか。これ1枚しかないでしょ。はい、10万円ですね。わかります。私が1万円を持っていると、なぜかね、お金がお金を呼んで、これ10万円になるんですよ。じゃなかったらビジネスはできませんからね。これで1万円で仕入れを起こして1万3000円ぐらいの売り上げを作って、1万3000円で仕入れを起こして、それを2万円にしてみたいな感じですね。究極何もないところから、この YouTube のトークだけで10万、50万、100万、1000万と作ってきたのが私のネットビジネス人生なんですよ。まさにそうですよね。これマジックじゃないですか。じゃあもう一個例えを言いましょう。投資っていうのはですね、お金でお金を増やすことです。多くの方はビジネスをすっ飛ばして投資でお金を儲けようとしますけども、このお金でお金を増やすってどれだけ難しいかっていうね、いい例えがあります。これ水があるじゃないですか。じゃあ同じようにこの水でこの水を増やしてみてくださいっていうことなんですよ。多分この水をどうやってもね、増えないと思うんですよ。増えないでしょ。どうやっても増えないですよね。でもなぜか人はですね、この1万円札がお金がお金を呼んで増えると思ってしまうんですよ。ですんで、この水を増やせないんだったら投資はもっと難しいというふうに考えるっていうこともできるんですよね。さあ、この水を水で増やせるでしょうか。回答はまたいつかさせていただきます。はい、で今回はですね、自信と直感という話題がありましたよね。自信っていうのはね、よく言いますけども、根拠のない自信っていうのがありますよね。根拠のない自信で成功する人っていうのがいるんですけども、これはね、一部の天才だけです。ほとんどの人は根拠がある自信じゃないとやってらんないですね。怖くて。そもそも根拠のない自信でうまくいくんだったら誰でもうまくいっちゃうんですよ。ほとんどの人は根拠のない自信には根拠のない結果がつきまとうだけで、要するに運任せってことなんですよね。だからやっぱりね、自分の自信にはどんな根拠があるのかなってことをしっかりとね、裏付けてみないといけないかなと思います。例えば体力がむちゃくちゃあるとかね、継続力があるとか、信用がものすごくあるとか、多くの人のバイラルを持っているとかね、様々あると思うんですけども、何にも根拠がなければ、それはですね、どんな商品も作れないし、どんな集客もできないし、どんなセールストークもそれは生まれないですよ。コピーライティング、セールストーク、いろんな要素が噛み合ってビジネスっていうのは結果につながってくるんですよね。そうなると根拠がない自信っていうのは、実はね、自分が気づいてないで何らかの根拠があるとも言えるんですよね。まあ、ですんでね、自信を持っていただくのは全く構いません。でもそれって本当に自信なのかなってことをこうやって分解して考えてみてほしいんですよ。例えばね、まあ、ギターが弾ける、麻雀ができる、何でもできるっていうのは自信なのかな。そうではないかもしれない。こういう考え方なんですよ。これできるんじゃないかなと思ったのは自信ではなくて、これは積極的な好奇心に過ぎないってことなんですよ。ああ、なんかバンジージャンプやってる、できるかもしれない、やってみるぞみたいなのは好奇心じゃないかなってことなんですよ。じゃあ逆にですね、こう考える方もいます。うわ、バンジージャンプだ、ギターだ、ピアノだ、自分にできるかな、やめとこう。これはね、保守的な不安から来る消極策なんですよね。だから自信がある、自信がないっていうのは、実はね、自信というものではなくて、積極的なのか消極的なのかってことに分けていくと、あれ、自信だと思ってたのは自信じゃなかったのかもしれないなっていうふうに行き着くかもしれないですね。もちろん分かりません。これはね、誰も測れないんですよ。後先考えずに行動してしまって、その結果いいことが悪いことがある、これが自信なのか好奇心なのか判定する術はないんですよね。ただ少なくとも私は、いきなり生まれた自信や好奇心にその振り回されてね、一歩二歩を突っ込むことはあんまりないかなと思います。必ず進む方向には何らかの裏付けを持って、まあ私は自分の能力があまりないと思ってますんで、自分の能力がないというね、自己否定感がありますんで、だから詰将棋のように、やっぱりやることをやらないとダメだなと思うんですよ。で、私が FX とかアフィリエイトをやろうと思った時に、なんでね、これで稼げるに違いないと思ったかっていうと、それはですね、これは基礎をずっとやっていけば隙がなくなっていって稼げるに違いないんじゃないかと思ったんですよ。つまり基礎を鍛錬して繰り返して何回も何回もやることによって、どん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 完成度が高まっていって、1000日後に私に大金をもたらす、成功をもたらすと思ったんですよ。ですので、
始めたその日によっしゃやれって言ってギャンブルのようにボーンと儲かるってことはありません。私は FX をやるときは最初の1年は1回も勝てないだろうなっていう自信があったんですよ。確信がありました。そしたら本当に1回も勝てませんでした。やっぱり何にも分かってない私が勝てるわけないな、ということは分からないことを分かるに変えたら勝つに決まってるじゃんっていうふうな根拠のある自信が湧いてきたんですよ。ですので基礎を何回も何回も何回もやりました。そうするとですね、 FX のチャートを見るときにそのチャートが何を意味するのかってことがはっきり分かって、そのためにどんな対応ができるのかってことがきちんと数パターンに分かれるようになったんですよ。あとは一番可能性の高いもの、もしくはそのシチュエーションでこれが適してるなと思うものにベットしていけば勝率が高まっていって4割は負けるけど6割は勝つっていうふうなね、4対6の法則ができたんですよ。4割負けて6割勝てば差額の2割でずっと資金は増えていくっていうことですよね。ですんでこのロジックが根拠のある自信となって、まあ、数年後私にね、今4年目ですけども FX 無敵の力をつけてくれたんですよね。だから根拠があるから人にも教えやすいっていうかね、伝えやすいんで FX の指導が今年から始まったわけなんですよ。これがね、根拠のない勝利だったら人に教えることができないんで人の相談ごとにも答えられないんですよね。うん、だから私はそういう風な形で必ず裏付けた根拠っていうのを自分で拾うことにしますし、何か新しいをやるときでも新しいことをやるときでも何を積み上げてどのような組み合わせでいつ頃にそれが花咲くのかっていう設計図を必ず作りますね、おぼろげながら。であとは走りながら設計図を完成させていきます。あんまり緻密に未来のことを考えると不確定な未来のことを緻密に考えてもしょうがないっていうことと、いつまで経ってもスタートができないので、これはね、まず足を踏み出してみると、最初は怪我をするだろう、転ぶだろう、何の成果も得られないだろう、割られるだろうっていうのをまず覚悟するんですよ。そしたら思った通り本当にそうなるんですよ。結果も出ないし、転ぶし、怪我もするし、人には割られるし、いいこと全くない、疲れるし、なんですよ。お、予測通りじゃん、やった、当たったみたいな感じですよね。まさにこうなるだろうなと思うのがそうなるので、自信しかないですね。そうなるとここで自信がついてくるんですよ。でよくね、直感で行動するって言いますけども、私の考えでは何もしてない時の直感っていうのは勘違いが多いです。よく考えるんじゃなくて感じろって言いますけども、そもそも感じる能力ほとんどの人はないんですよ。残念ながらないと思います。まずは考えるっていうプロセスを通じてだんだん考えなくても感じれるようになってくるんじゃないかなと思うんですよ。で達人になると考えることではなくて感じることで体がレスポンス反応するんで、だから無心の状態っていうのが作れるんですよね。で無心が一番強いってことになります。私はねこういうふうに考えてるんですよ。学習するときは自分の心を排除して無心になって、とにかく新しい知識ってものをベタろくに積み込みます。頭の中に積み込みです。もうどんどん積み込みます。でその後積み込んだものを自分に合う形はどうかな、この戦いの時、このシチュエーションの時は基礎のままでいいのかなっていうふうに考え始めます。で考えて構築できたら今度はまた無心の領域に入るんですよ。無我の境地みたいな感じですね。だからスタートした時の学ぶ時の無心と、そこそこマスターして自分の理論が構築できて勝率が上がって、いろんな構築ができた後の無心っていうのは全く別次元の無心ですよね。だからね、なんていう、無心でやるとか裏付けのない自信っていうのは高いレベルのところにあるんですよ。でも低いレベルのところの勘違いである何も考えないとか自信っていうのと同じに見えちゃうんで、これが立ちが悪いんですよね。しかももっと難しいのは自分に素養があるのかないのかっていうのが自分でもわからないし、他の人から見ても分かりにくいっていうところなんですよね。まあ、ですんでね、あらゆる角度からアプローチしながら、これは本当に自分の力なのか、単なる運なのか、状況のなせる技なのかっていうふうに自問自答しながら3歩進んで2歩下がっていったりとかね、とにかく基礎を振り返りながら基礎をさらに確認して、まあそうやってね、日々進んでいくかなっていうことですね。だから気を抜くことがまあないのと、まあ気を抜くことは本当ないですね。うん、まあだから面白いのかなと思いますけどね。でしまいには意識してないんだけども常に気を張り詰めた状態、しかもそれで疲れないっていう、そんなね、状態が作れます。麻雀の話をちょっとさせていただくと、私はねジャンキリュウ麻雀っていうのかな、桜井翔一会長のジャンキリュウ麻雀の広島の同好会を預かってました。でそこで教わったことっていうのはですね、まあまさに感じることがすごく大事だよってことなんですけども、基本動作なんですよね。麻雀積もって切るっていう基本動作をいかに、正しくできるのか、道具の扱い方がどれぐらい正確なのか。だから麻雀積もるときに
よっしゃーなんてやったらもう落第なんですよ。もうはった押されるんですよ。座り方から呼吸の仕方から意識の向け方から視線の作り方から声の出し方から歩き方、そういうの全てが総合されて一つのフォームができますんで、まずそのフォームができなければ、麻雀で勝った負けた展望が集まった放獣したこんなの全く話に出すなってことなんですよね。まずは型を作ることなんですよ。型をね、こういうふうな積もって切るって型もほとんどの方が素振りをしたことがないって訓練したことがないんですよね。そういうところから始めて、私は全ての基本動作っていうのが全てを超越すると思ってますんで、奇策ですとか秘密の策とか近道とかね、こういったものは完全に私は無視ですね。通るべき道を通り、歩むべき道を歩み、登るべき階段を登り、引き受けるべき失敗と挫折を引き受けて、その向こうにやっと見えてくるのが、道なんではないかなと思ってますね。じゃあ本日はこんなところでいいですかね。はい、以上です。ありがとうございました。